回もガチ戦。三国志の方は試合の組み立てとかの話をしていくよ。お相手のデッキに対して終盤以降に白ダメを取るのは難しいと思うから、序盤でリードを取るために最前線に防策を置くよ。お相手のデッキは序盤に打てる計略なし記録やけど魅力持ちが2枚おるから、開幕セイクに打てるタイミングから 2.5 カウントもに芝居が打てる。開幕行く流れの場合、創作されて覚醒ゲージだけ稼がれないよ。最速打ちして死記録を打たれる前を狙いたいところよね。ヤモリアズカを打てるようになる前は足並みが崩れた時にやれることが少ないはずやから、青で超絶牙として使っていくよ。交換になったけど覚醒ゲージを貯めさせなかった分、終盤自由に動きやすいかも。これも悪の血よ。
決戦に挑むのです。孫悟の主として国を乱す者を撃つ。私をいじめる気。オーグ解放。皆様を照らしています。迎え撃つもんは全部投げ払う。このデッキは、四季五計略を、迎えた、四季音計略を一回打つことで、一試合に四計略プランで戦えるよ。今回は、号令を四回打つ流れでやれたから、効率よく回せたはず。とっておきの一尾を裁く時だ。水はかりケアで、号令の縦半ギリギリで打つよ。ご視聴ありがとうございました。使い込むほど相手デッキごとの立ち回りを詰めることができて楽しいデッキやなって思ったよ。